天才浅田真央、女王として迎える新たなシーズンの幕開け。2年後に迫ったバンクーバー五輪へのカウントダウン、そして来月にはグランプリシリーズがスタートする。しかしそんな中、真央は苦しんでいた。昨シーズン後半からのコーチ不在、そしてルール改正。昨シーズンはルッツジャンプの踏み切りがことごとく不正だと判定された。より厳密になった踏み切りの判定、例えば正しいと判定される安藤の場合、踏み切りはエッジの外側。一方の真央、最初は外側に傾いているエッジが踏み切りの直前で内側に。真央が翼を失った。今年8月、たった一人で練習を続ける真央のもとへ、遠くロシアからある人物がやってきた。コーチの天才と呼ばれるタチアナ・タラソバ、荒川静香、ソルトレイク五輪のヤグディンなど多くの金メダリストを育てたチャンピオンメーカー。練習の時はすごく熱い方ですけど、リンクの上ではすごく一生懸命自分のことを指導してくれます。она новое поколение, которое может нас всех удивить, и она настоящий талант, и талант труженика тоже. Я думаю, что мы вас позовем немножечко попозже, там через месяц, через полтора, да? И вы будете иметь возможность снять этот след, который действительно исправился. 共に手を結んだ2人の天才、一人ぼっちの真央がようやく出会ったパートナー。コーチタラソワが約束した1ヶ月半後の今、真央はロシアにいた。異国のリンクで黙々と練習を続ける真央。二人三脚で取り組む課題の克服。果たして真央は翼を取り戻すことができたのか。Потому что это колоссальная работа. Вы не представляете, какая это работа. Еще не 100%, но у нас есть время. Она делает не из 10-10, она делает из 10 пока 7. 長年体が覚えていたものがそう簡単に治るものではない。しかし2つの才能と努力がそれを可能にした。ルッツが前とはそこを修正してきたので、そこが大きいんじゃないかなと思います。本当に一からやっていったので、まあ、癖っていうのはそんなに簡単に治るものでもなかったですし、だけど今はそれで修正できたので、今年のその目標は一つはクリアできたんじゃないかなと思います。真央また進化した。去年はコーチがいなくて、ずっとすごく一人ですごくプッシュする、自分で練習するっていうのはすごく大変なことだったので、今はコーチがついてすごく安心してますし、すごく良かったと思ってます。
来月フランスで始まるグランプリシリーズ、マオの輝きが世界を魅了する。